つるがチャンネル。よろしく。よろしく。よろしく。チャンネル登録よろしく。はい。皆さんのチャンネル登録よろしくね。はい。こんにちは。こんばんは。スルーです。今日は、こちらの Amazon からお荷物が届いております。こちらにね、今日はね、ゲーミングヘッドホンが入っておりますので、早速開封したいと思います。1、2、3。はい。はい。こちら。レイザークラーケンプロのホワイトでございます。で、実は言いますとね、僕もね、あまり説明のないここのところとかね、読んでもね、ちょっと僕もよくわからないんですよ、実は。何？他の言語がいっぱい書いてあって、で、ちょっとわからないんですよね、よく。でも、ただ日本語は読めます。なんか日本語によると、長時間の配慮された重量、フル収納式マイク、なんか最高品質のゲームオーディオを実現する強力なドライバーと遮音性、極限の快適性を誇る密閉型イヤーカップデザイン、 iPhone、Android のその他の携帯電話と互換性を保持。っていうことは、スマホでもこのゲーミングヘッドホンは使えるっていうことですよね。で、折り込み式イヤーカップによる高い携帯性、 PC 接続のスプリッターアダプター延長ケーブル付属と書いてあります。で、ただもう一つ分かるのは、ここでなんかパソコンに接続して使えるのと、あとスマホとか携帯電話とか、あとゲーム機などに接続して使えるってことは分かります。あとそれ以外のことは特に分かりませんね。ではね、ちょっとね、早速開けてみたいと思います。では、はい、そして開封をしましたら、このような形になっております。少しね、なんか白で、少しなんかこの形が少しかっこいいですね。ゲーミングヘッドセットなので、こちらにマイクがね、このように折りたたみ式みたいな感じになっております。なので、使わないときはこれをね、しまうこともできるし、使うときにこうやって出すこともできます。で、つけたような感じですが、なんか密閉型になってて、で、音がちょっとね、遮断性というか密閉性がありますね。で、周りの音とかね、ちょっと比較的、拾いにくいんじゃないかなと思います、このヘッドホンに比べて。で、重量感はこのヘッドホンに比べたら少し重量感はあるかなという感じではございます。いいヘッドセットだもんですから、かなりね、重量感があるんじゃないかなと思います。で、締め付け感ですけど、今やってる感じだと、なんか締め付け感はそんなに強くないかなと思います。あんまりね、締め付けが強いと、今度耳とか頭とかがちょっと痛くなってきてしまうので、そこがちょっとね、締め付け具合とかはちょっとね、1時間か2時間か3時間ぐらいゲームをやってみて、それでちょっと様子を見たいかなと思います。今つけただけじゃちょっとわからないですね、正直な話。こちらにこの 3.5mm のイヤホンジャックみたいのがありますので、こちらのね、スマホにつけて接続して音楽とか、チャットなどを楽しめるんではないかなと思います。接続ができます。で、こちらにね、まだね、こちらにさらにここがこのようにね、接続すると、こちらの方に 3.5mm のイヤホンジャックがございますので、こちらの方で接続して音をね、ヘッドホンに音を入れたり、こちらから喋ることができるのではないかなと思います。またね、使用感とか使用したよっていう動画をまた今度アップをしていきたいと思いますので、ぜひそちらの方もご参照ください。今日はヘッドセットを買ってみたよという動画でした。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録お願いします。